8月14日は、グレゴリオ歴で年始から226日目にあたり、年末まで、あと139日ある。アルジュバロータの戦い。ジョアニッセイのポルトガル王位確立米西戦争終結を受け、米軍がフィリピン占領に向かう。画像は、風刺が10歳以上は、皆殺しとある義和団の乱、連合軍が北京に、 入場ウルサン機械戦隊西洋検証発表。花園天皇誕生。プロイセン王、フリードリヒビルヘルム一世、ローマ教皇ピウス七世誕生。ナポレオンと対立物理学者、科学者、ハンス・クリスティアン・エルステッド博物学者、アーネスト・トンプソン・シートン。シートン動物記で知られる作家ジョン・ゴールズ・ワージー、誕生。真の、第十一代皇帝。 高所定科学者リヒャルト・アール・エルンスト。核磁気共名を、研究東ローマ帝国皇帝、テベリウス2世スコットランド王ダンカン1世、マクベスに殺害される、ポルトガル王女案1世ボツカ・マクラ幕府、第2代将軍、源頼家暗殺。ローマ教皇ピウス2世エド幕府第13代将軍、徳川イエサダボツ科学者、ポール・サバティエ劇作家、詩人。 ベルトルトブレヒトボツ。作家エリアスカネッティパキスタンの11947年のこの日ドミニオンとなったパキスタンの独立記念日。ありがとうございます。